1998年クリントン大統領とジェレマイア・ライトはアメリカ合衆国の黒人協会牧師。ジェレマイアは日本語ではエレミア。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。バラク・オバマ大統領とその家族はライト氏が巻き返するトリニティ・ユナイテッド協会に20年間にわたり所属しオバマのコラムライト氏から洗礼を受けていたがライト氏の説教が メディアで報道されたことにより、彼らは決裂することになった。アメリカ合衆国政府は彼らにドラッグを与え、より大きな刑務所を作り、3回、重罪か重調益法を成立させたくせに、我々に、神をアメリカに祝福をと歌わせようとする。とんでもないことだ。このようなことをする国に対して聖書は、神をアメリカに断罪をと唱えよと教えている。 我が市民を人間以下に扱っているアメリカに神よ、断罪を。自分があたかも神であるかのように、かつ、市場の存在であるかのように振る舞っているアメリカに、神よ、断罪を。中でも最も大きな論争を起こしたのが、アメリカ同時多発テロ事件の直後に発していた次のような説教であった。我々は、広島を爆撃した。我々は、長崎を爆撃した。 そして我々は核爆弾を落とし、この度ニューヨークとペンタゴンで殺された数千人よりもはるかにたくさんの人々を殺害した。我々はこのことから目を背け続けている。ありがとうございます。